キチャンネル。こんにちは。さあ今回はですね、はい、昨日に引き続いてセリーグの里崎チャンネル的ベースラインを発表します。はい、パリーグはだから DH、 オギーのでデスパイネだけが違ったんですよね。そうですね、あとは全部一緒っていうね、うん、まあセリーグはね、はい、どういうことになるのか、はい、まあ、こちらもですねキャッチャーからいきます。はい、キャッチャー本当のベストナインは中村悠平、うん、まあ、266票、うん、ダントツですね。はい、キャッチャー発表します。はい、じゃるーじゃん、集中審議です。はい、審議です。え、審議いきなり。え、なんで、え、ちょっとあの審議で事案がいきなり発表されるんですけども、はいはいはい、最多得票数は、はい、7週ベストナインの坂倉です。はい、おお、あ、7週も選ばれたんですね。はい、で、はい、2位が6週の中村、うん、ヤクルト、はい、梅野が同率、はい、っていうところで、はい、ちょっとここで審議が、でも佐藤さん的には7周選ばれてるからやっぱり坂倉選手なんじゃないんですか。そうなんですけども、はい、あの実行委員会の方からちょっと審議事案として、はい、あの言われまして、はい、実行委員会がまああって、ああ、ちょっと、はい、はい、ちょっとここ審議してくださいって、はい、あのファーストで3回取ってるんですよ。ああ、そういうことか。キャッチャーでじゃあ4回、はい、ファーストで3回、はい、でもキャッチャーで2周で出てて、ファーストでじゃあ4回出てるとかね、はい、キャッチャーで4周で出て、うん、ファーストで2周で出て、あ、ファースト誰も活躍してないから坂倉ファースト持っていこうみたいな、うん、キャッチャーは活躍してるやついるしみたいな、はい、坂倉キャッチャー持ってくるとファースト誰も活躍してないな、うん、じゃあ本当はキャッチャーだけどファースト持っていこうみたいなのもあるんだよ、はい、そこがちょっとどうしようかっていう。あ、なるほど、うん、で中村とさ梅野はね、うん、ずっとキャッチャー、そっか、うん、坂倉は全部ファーストの時もあれば、はい、キャッチャーで5回ファーストで1回のキャッチャー中村活躍してるから中村入れてやりたいから坂倉ファーストで1回出てるしファーストにしようっていうのもある。はい、難しい議案最初に持ってきましたね。そうだね、だから実行委員会の方がちょっと、はい、あの、うん、ちょっと集中審議してくださいっていう、はい、いきなり、だからオープニングトーク短めなのにここ集中審議しないといけないんで、ベストナインでも、はい、キャッチャーで坂倉は、4票、うん、でもファーストで49票を取ってんだよ。わー、だ 割れちゃってんだよね。そうですね、どっちも守ってるからね。確かにキャッチャーだけの選手で言ったら、まあ、ベストと思う方って、まあ、確かにこう時点の中村選手とか梅野選手とかキャッチャーの印象は強いんですよ、うん、だから1位はね、うん、中村の266票で、はい、2位梅野が29票だからね、うん、里崎チャンネル的どうするかっていう、まあ、もう里崎チャンネル的なんで、まあ、そこは佐藤さんの判断ですよね。逃げます。え、だって私はだって佐藤さんの意見というか結果をおおって聞いてる人ですから。私なんなら観客ですよ。そうっすね、はい、持ち越し持ち越し。はい、最後に最後、はい、ちょっとじゃあ他喋ってる間にちょっと考えてみますね。ファーストいきます。わかりました。本ちゃんはマルテ105票、うん、2位ビシエド63票、坂倉49票、オスナ40票、牧36票、発表します。はい、ファースト、牧。ジーコ風ですね。あ、ジーコ風です。あ、ファースト8周ベストナインです、はい。ファーストで6回、セカンドで2回です。うん、2回か、うん、で、マルで4回、マルでオスナ、ビシエドが4回ずつ、はい、でスモーク2回。中島1回、牧、うん、です、はい、まあ、活躍具合で言ったら、そうそう、だから牧もここ割れてんのよ。そうですよね、セカンドで70票で、うん、ファーストで36票だからこれ足してたらマルテに勝ってんのよ、うん、山田には負けるけど、はい、これがファーストで来てたら、うん、だからここら辺がね複数ポジション守るとこういうことが起きるんだよ、はい、選ばれにくくなっちゃいますね。そうそう、だから、うん、あのコンバートはあんまり回らない方が、はい、ゴールデングラブとかベストナインとかやっぱ取りやすくなりますよっていう、やっぱいろんなとこ守ると割れちゃうんでね。牧とか取れ、牧がもうファーストでもうオンリーだったら取ってたと思うよ。はい、続いてセカンドです。はい、本ちゃんは山田、うん、225票でトップ。はい、佐々木チャンネル好きセカンド、
8周ベストナイン獲得、山田哲人、はい、2位に菊池が入ってるんですよ、ね、7票7周ということで僅差でしたね。僅差でも本はね、山田やっぱり山田菊池になっちゃうね、うん、山田が取らないと菊池みたいな、はい、で山田もこう調子崩すとこあったからね、うん、でそこでうまく菊池が入ってくるから、はい、ちょっと接戦になっちゃったね、うんうん、糸原も頑張ったけどね、阪神の4週連続、4週連続じゃなくて4週連続、はい、さあ続いてサード、はい、村上です。本番は246票ダントツです、はい、サード8週ベストライン獲得、岡本和真、 おめでとうございます。わあ、岡本選手になりましたか。だってまあタイトルホルダーだからね、はい、まあ、村上もそうだけど、うん、岡本もタイトルホルダーだから、はい、そんなこうがっつり割れここまで大差作ってね、そんなないと思うんだけども、うん、まあ佐々木チャンネル的には、まあ、優勝の立役者っていうところも、そうなの、大きい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 、でね、宮崎6票6周、はい、大山5周、うん、で林が2周、これ林が来年期待だね、はい、続いてショート、はい、ショートはですね坂本です、はい、157票で、うん、でも2位中野が121票だから結構僅差、はい、佐々木チャンネル式ショートベストライン、はい、7周ベストライン獲得、小園海斗、おーおー、小園選手来ました、うん、もう結構打ってたからね、はい、終盤ね、ちょっと前半いなかったけどね、はい、で、2位中野が6周、3位坂本5周です、まあ、僅差ではありますけどね、うんうん、小園が、はい、小園もね、田中からレギュラー取って、うん、だからこのオフしっかり持って練習して来年さらに1年間かけて勝負だね、うん、そうですね、へえ、だって小園根を藤原で一番活躍してるからね、はい、小園がそうですね、うんうん、まあ、中野選手も本当に今年ねすごかったですね、そうそうそう、新人でね途中からね、うん、最初木浪が出てて、はい、木浪がね2個ミスしてから中野に変わって、守備めっちゃうまいですしね、そうそう、足もいいしね、うん、でも本番本ちゃんは坂本でしたけど、はい、佐々木チャンネル席は小園というね、ちょっとあれだね、セリーグは変わるね、変わりますね、うん、だ僅差が多い、僅差多い、うん、これがまだね一周ずつ選んで見てるこの妙よ、はい、さあ続いて、はい、外野です、うん、本ちゃんは鈴木誠也、近本、塩見で時点で佐野、オースティンです、はい、あ、だから DeNA コンビ3割打者ばっかりいるのに、そう、下に佐野、オースティン、桑原全部456、ね、さあ存在した寝る敵はどうなってんのか、はい、うん、レフト8周ベストライン獲得、 DeNA 佐野圭太、おー、ここで入りました、はい、2位がサンズのね、うん、6周、はい、で西川、ウィーラーの4周、青木3周、この佐々木チャンネル的は外野特区りじゃないんで、はい、もうポジション別なんでね、そういったところではだってこれ本当だと鈴木誠也ライト、近本塩見センターだから、ね、あ、そうですね、そう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 、うん、だからレフトはね、佐野です、はい、これはもうね、文句ないと思う、うん、佐野で、うん、はい、打ってますし、はい、センター、はい、7周と6周で僅差です、はい、まあ、近本か塩見です、はい、どちらかが落ちます、はい、センター7周ベストナイン獲得、近本、おお、あ、塩見選手がじゃ入らなかったと、そう、うん、で桑原が4周、大島4周、はい、だからまあ塩見もね、うん、やっぱ1周差で、はい、今年はちゃんと最終戦までベストナインちゃんとやったからね、うん、去年は1ヶ月残しぐらいでやったけど、はい、今年はもう最後までやったから、うん、この1周どっかで頑張ってればね、そうですね、うん、操作できないからね、俺もう決めちゃったので、はい、そうですねもう動画に残ってますからね、そうそうそう、さあ続いてライト、はい、ライトは7周ベストライン獲得、鈴木誠也、おお、まあまあそうですね、終盤の頑張りはエゴかったよ、すごかった、でも同率です、はい、松原7周です、すごいですね、はい、うん、でもライト5回、センター1回、レフト1回とちょっと回りましたね、はい、まあ、でもこれ同率なんですけども、まあ、鈴木誠也だね、うん、まあ、もう1年の活躍を見ると、そうそうそう、ホームランをなりかけてたから、ね、うん、もちろん松原も頑張ったよ、うん、頑張ったけども時点です、はいはい、さあ、そう、じゃあピッチャーバッテリーいきましょうか、いきますか、はい、ピッチャーはですね、はい、パ・リーグは6周だったじゃないですか、はい、セ・リーグは3周です、だ選ばれるの大変なんですよ、そうそうそう、ベストライン佐々木チャンネル、はい、ピッチャー3周ベストライン獲得、柳、おー、おめでとうございます、あ、じゃあここもじゃあ一緒だよ、一緒だ、そうそう、
柳、はい、131票、うん、ベストナイン。2位が青柳114票、はい、スワレス22票、うん、お青柳あ入ってる 俺のところに、うん、ギリギリ。そうですね、危ない、これ一票の格差だから。そうですね、一周多く選ばれたという。だから、うん、あの逆に言うと昨日の山本の6周は異常なのよ、はい、結構すごいことですね。もうあれはもう満票に近いよ、うん、ピッチャーこんなもう接戦になるだからね。そうです、リーフも入ってるわけですからね。そうそうそう、うん、さあお待たせいたしました、はい、キャッチャーの決めました。はい、もう納得の結果を出しましたか。はい、はい、わかりました、発表です。はい、さざきチャンネル的キャッチャーベストナイン、うん、ちょっと待って、まだ悩んでるんですか。決めたって言ったじゃないですか。いやー、はい、はい、決めましたか。発表します。はい、ちょっと待って。里崎チャンネル的ベストナインキャッチャーの発表です。はい、坂倉。おお、我が道を通しましたね。だからもう数ね、はい、うん、もう7個取ってるからね、はい、でしかもキャッチャーのポジションもしっかりやってるし、はい、7個取ってるんで、うん、もうこれはもう数の原理で、はい、やっぱ1周ずつ見た里崎を信じるっていう。そうですね、これでちょっと中村とかにしたらちょっと印象操作入っちゃうんで、はい、やっぱりこの今までやってきた、うん、これが崩れちゃうじゃんね、はい、でやっぱりこのファーストで出てるっていうところ、もしキャッチャーとして出てたら取ってるかもしれないし、うん、あとキャッチャーでは出てるんでね、はい、全部ファーストっていうのが多分なかったと思うんで、はい、そういったところでも記憶をやっぱ振り返るとファーストいないからファースト坂倉にしようっていうのも多かったと思う、うん、そういったところでね、まあ、この7個取ったっていうところでね、はい、さすがチャンネル的には坂倉だから、ピッチャー柳、キャッチャー坂倉、ファースト牧、セカンド山田、サード岡本、ショート琴野、レフト佐野、センター近本、ライト鈴木誠也が佐々木チャンネル的ベストナインです、はいはい、うん、ということで、このセリーグの佐々木チャンネル的ベストナインに受賞された皆さんには、はい、佐々木と袴田さんから愛を込めて拍手を送りたいと思います。おめでとう。